それとね、CHF-JPI がね、ちょっと分析ができたんで、日曜日ですね。明日の投資でね、大事なんで、12個出て、指数 91.7% ですね。シグナル、勝ち、勝ち、これ負け。勝ち勝ちですね。これはタイでしょ。まあこれ勝ってると思うんでね。これ勝ち勝ち勝ちですね。戻っちゃったかな。勝ち勝ちですね。もうないですね。あー、あったか。これ勝ち。もうないかな。全部で12個だからないでしょうもね。という具合ね、どうするか、いいシグナルが出ましたよ。ただキップスが平均が 31.8 キップスなんで、この幅がねちょっと苦しいかもしれないですね。で、これ関係ないのね。これはスプレッド休み中なんで多くなってくるスプレッドですね。これにはスプレッド関係ないです。で、これが、これが 64.3% がこれで投資して稼げるパーセンテージですね。実質は 91.7% だけど、今後の方は大幅に落ちて、どんぐらい落ちたか、これ91だから相当落ちるね。実際稼げるのは91.7 でしょ、引く 64.3、 27.4% も減少してますね。こんな落ちるんですよ。 91% もあったものが 27.4% 落ちて 64% になっちゃうね。すごく落ちてますよね。このようにね、実際に稼げるパーセンテージが表示されます。で、実質このねシグナルの勝率は 91.7%、 ここしか負けてないですね。あと全部勝ってます。12個のうちね、1個だけですねとなってますね。金曜日止まったまま、21時59分、金曜日止まったままですね、時間はね。ということですね。ここは判定ですね。64.3% だから、これね、55% がタイだから。55% でいつもね稼いだ場合は儲けなし、ゼロですね。だから 9% だけの利益になるわけだな。だから10回投資して1番ぐらいですね、稼げるぐらいですね。いいでしょう。今度のこの実際の稼げるパーセンテージが分かるようになったんですね。それで現在までの実あの勝率ですね、このシグナルのね、いっぱいしかしてません。ここしかね、12個のうちね。そうしますと 91.7% なんですよ。で、今後これ投資するとね、
最初の1回だけなんですけどね、また分析し直さないといけないんだけど、次の1回のシグナルの勝率は 64.3% ですね。このインジケーターの稼げる、ね、パーセンテージ。非常に分かりやすくなった、この勝率がね。これ作るの大変でしたね。このここは休みの時ですね。1日の休みのところですね。5時から9時までの休みの間ね。これすごいなぁ。まだ今年はね、1000円ずつ試験投資ですね、まだね。来年から増やしていきます。稼げたらね、今年、試験投資で、こんな、本当にこんなパーセントになっていけるかということをね、見通して。ちょっとこうでしょ。これはね、1週間のね、成績だったんですよね。1、2、3、4、10勝6敗。10勝6敗でしたね、これはね。先週のですね。これだから、2800円ですね。先日でね、利益がね。ということになるんですね。コインに入れて 64% ね。さっきのでやって大体やっぱ 65% ぐらいですね。62ぐらいかな。ということでした。